韓国代表さん、シャビ監督にオファーしてみた結果。韓国代表がシャビ監督にオファー。シャビは1月に今季終了後にバルセロナの監督を辞任すると発表した。その数週間後、シャビは韓国代表から監督就任オファーを受けた。シャビは韓国代表の関心に感謝したが、そのオファーを拒否。このオファーはバルサ残留決定前のもの。スペイン人、イタリア人はないだろ。2002年の問題忘れたか。プレイヤーとしてオファーしろよ。シャビは疑惑の判定で有名なスペイン戦に出場して、審判に抗議してたよ。まず、2002年ワールドカップの諸々の件に関して謝罪することから始めるべきでは？シャビは監督にできるくらいお金あるのか。韓国いいな。オファー受けてたら選手はラフプレイ、監督は言い訳マシーンになってたな。韓国サッカー協会は金持ってるね。シャビは断るだろうけど、オファーする時点で15億は最低でも払えるってことでしょ。ま、やるわけないよね。審判購入した国の監督なんか。ましてやシャビさんはこのせいで大事なダブル杯を台無しにされたんだし。あ、お隣が嫌なら日本代表監督になってくれないかい？めちゃくちゃ竹愛用しそう。日韓ダブル杯のスペイン代表メンバーによく韓国代表監督なんてオファーできたな。シャビは日韓ダブル杯メンバーだよ。そりゃ断るだろバカか。